皆さんこんにちは、こじこじです。今回は2016年度版最新自作 PC 組んでいきたいと思います。前々回紹介したギガバイトのマザーボード、前回紹介したシルバーストーンの電源をこちらシルバーストーンのねケースに組み込んでいきたいと思います。よくね、あの自作 PC 初心者さんにありがちな新品パーツを使っているのにね、電源が入らないといった問題、またね配線がちょっとねごちゃごちゃになって汚い感じの方いらっしゃるんですけども、そういった点をね要所要所まとめてね組み込んでいきたいと思います。はい、自作 PC ってね、はい、ドライバー1本でね作れると思っている方いらっしゃると思うんですけども、それだけじゃなくてね、こういった結束バンドなんか用意してね、はい、あとニッパーも用意して作るとね非常に綺麗にできるので、早速ね組み込んでいきたいと思います。それではまずはじめに電源を組み込んでいきたいと思います。ケースのね後ろ側、はい、こちらとこちら4箇所ねネジで止まっているんですけども、はい、ネジを外します。まあ大体のケースね、はい、後ろネジでね止まっていると思うんですけども、ケースによってね開け方違います。またケースによってね両側開けなくても電源ねつけられる場合があります。まあね、はい、とりあえず、はい、ケースね開けていきたいと思います。こうね引っ張る感じでね取れます。で今回のケースではね、はい、こちらですね、こちらに電源を搭載していきます。まあ、普通にね、普通に、はい、こういう風にね、はい、位置に合わせて置いて後ろからねネジ止めていくだけですね。電源を止めるネジなんですけども、こういったね、はい、六角のネジがね付属されていると思います。このネジでねしっかり止めましょう。基本的にどの電源でもね1,2,3,4 箇所ねネジを止める場所があると思います。続いてマザーボードをケースに搭載していきます。ケースに搭載する前にこのね、はい、マザーボードのネジ穴の数と位置を確認してください。続いて、はい、ケースの中に生えているね、はい、スタッドマザーボードをね止めるところなんですけども、こちらの位置と数も確認してください。両方が合っているようでしたら搭載していきたいと思います。スタッドとネジのね位置が間違っているとねかなり悲惨なことになります。僕一度だけやらかしたことがあるんですけども、かなり悲惨なことになります。はい、でね合っていたらバックパネル搭載していきたいと思います。バックパネル、まあこんな感じでね、はい、マザーボードと位置を合わせての、はい、ケース後ろ側からね、はい、このようにね、はい、パキッパキッというようにね搭載していきます。それではマザーボードを搭載していきます。マザーボード、まあね普通にこう、ね、ゆっくり置く感じでね、はい、バックパネル等の位置ね合わせながら、はい、このようにね置くだけです。ネジを締めていきたいと思います。まあここまではねネジを締めたりするだけなので誰でもねできるかと思います。ということでね、マザーボードネジ止め終わりました。続いてね、ここが一番自作初心者の方には難しいところだと思います。フロントパネルから生えているねこういったピンヘッダーですね、まあ HD オーディオとかね USB3.0 はねまあ明確に分かると思うんですけども、これですねパワースイッチとかねハードディスクランプとかねパワー LED、 この辺がね初心者の方には非常に難しいんじゃないかと思います。まあ、説明書を見ながらねしっかり接続してくださいとしか言いようがありません。マザーボードにもねどこに接続すればいいかちゃんとね書いてあるのでよく見て接続してください。はい、ということでねしっかり配線の方できたかと思います。このフロントパネルのねパワースイッチの位置だけはね絶対間違わないようにしてください。パワースイッチの位置さえ合っていれば一応ね電源ボタンを押せば電源は入るので、はい、そこだけは間違わないようにしてください。でね初心者さんに一番ありがちなのはね配線できました、はい終わりという方がね多いです。これだとね配線ねすごい汚いですよね。またこの辺ねエアフロー今はないんですけど、もしもねファンとかがついた場合絡まってね騒音の、ね、元になったり故障の原因になったりするので、この辺ねしっかり配線しましょう。こういったねものを使って綺麗にねこの辺の汚い配線をねまとめちゃいたいと思います。
はい、ということでね、こんな感じにまとめてしまうとスッキリとしてね、こうたるんだりなくてね、綺麗だと思います。続いて電源の方を配線していきたいと思います。今回プラグイン式電源ということでね、自分の使うね電源ケーブルだけ使うようにしてね、なるべくシンプルな構成にしていきたいと思います。ということで裏配線でね電源持ってきました。はい、基本的にマザーボードの主電源はこちら24ピンの電源なんですけども、こちら8ピンなりね4ピンの補助電源というものがあります。ペンティアム4時代からね、なんか電力消費量が上がってね、こういった補助電源があるそうなんですけども、はい、メインの電源がねここにデカデカにとねあるのに対して、補助電源こちらにね小さくあるのでね、あのつけるの忘れてしまう方もしかしたらねいらっしゃるかもしれません。一応両方ね電源つけないとパソコン起動しないので、はい、ちゃんとねメインの電源と補助電源忘れずね、はい、接続してください。最後にこちらハードディスク搭載していきたいと思います。ハードディスクなんですけども、今回ねこのようなベイのねタイプということで、はい、このようにね脱着可能でね、はい、とても使いやすいと思います。ネジの締め方としましては、まずこちらを止めたら対角線上のねこちらのネジを締めて、続いてこちらで、こちらの順番に止めていくと綺麗にネジが止まるかと思います。ハードディスクネジ止めの方終わったので搭載していきます。はい、このようにねトンと搭載するだけですね。簡単ですね。はい、それではね電源と SATA ケーブル生やしていきたいと思います。電源に関してなんですけども、こうピローンとしてるのもねかっこ悪いので、用意したね結束バンドで結束しまして、はい、このようにね使わないところにね隠す感じでね、はい、綺麗に配線していきたいと思います。で、SATA ケーブルですね、SATA ケーブル、あのこういったストッパーがついているものがあるんですけど、ストッパー壊れちゃったりするとね、あのマザー自体もね、あのハードディスク自体も使えなくなってしまうということがあるので、気をつけてね使ってください。 SATA の端子なんですけども、はい、説明書なんか見てね、どこが0番でどこが最後なのかね確かめて、0番から SSD、 1番にハードディスク、順番にねつけていくようにしましょう。はい、自作 PC 初心者じゃない方でもね、配線汚い方ってねたくさんいらっしゃるんですけども、配線はねなるべくシンプルにあのまとめてね、このように、はい、あまり邪魔にならないようにねしていただきたいと思います。今回裏配線可能なねケースということで、裏はねこんな感じでちょっとだけね汚い感じがしますね。このね中央寄りに配線が寄っちゃってますね。ということでパソコン組み上がったので早速電源入れてみたいと思います。こちらマザーボードもね LED が入っていて光りますし、ケースの方にもね LED が入っているということでね、ダブルで光るということでね、かなり綺麗に光るんじゃないでしょうか。じゃあ電源オン。はい、マザーボードも青く光ってますし、ね、ケースも青いのでね、かなり綺麗な感じにね光っています。とりあえず今回はね BIOS を出して、はい、終了にしたいと思います。BIOS の画面しっかり見えているということは CPU メモリーがちゃんと刺さっているということ、ハードディスクもね日立の1テラがねしっかり刺さっています。ここまでくればね、あとは OS のインストールだけになります。ということで今回は2016年最新自作 PC の方を組んできました。ケースもねマザーボードも LED が仕込んであってね、すっごいキラッキラしてね綺麗なんですけども、はい、ちょっとね寝る時には眩しいかなといった感じがします。個人的にね初めてこういったデコレーション PC というのをね作ったんですけども、なかなかね綺麗に光ってるのはいい感じなんじゃないかと思います。まだねSSD と OS の方買っていないので、この状態ではね動画編集したりゲームしたりはできないんですけども、今後ね秋葉原行く機会があったら OS ね SSD の方を買っていきたいと思います。 SSD に関してね個人的な意見なんですけども、個人的にはインテル、クルーシャル、東芝チップが使われている CFD のね SSD なんかが個人的にはおすすめです。
要所要所でね、自作 PC 初心者の方にもね、分かりやすいようなポイントをね、説明したんですけども、参考になればね、非常に幸いです。ということで、今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。